はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。第73回 NHK 紅白出場者発表。42組中6組がジャニーズ、5組が韓国人ということでですね、紅白賄賂合戦の勝者は、まあ、1位ジャニーズ、2位、バンク、これ韓国政府の宣伝機関ですね。ネットの反応です。ここは日本だぞ。滑ってんな。日本なのに外国人をこんなに出す理由は何？日韓歌合戦かよ。これはなかなかうまいなって思いました。最低視聴率更新は間違いないな。この人の歌聞きてって人誰もいない。ジャニー多すぎで草。また視聴率落ちそうだな。ジャニーズアホみたいに出るじゃん。演歌はずっと出れるのに平成の歌手が出れない謎。去年のレコ大がガン無視されてて草。去年レコード大賞誰取ったかなんて私知らないですけど、まあこの人ら出れないってことですか。毎度思うが選考基準が全くわからない。選考基準はですね、賄賂と性接待です。どの層にも見たいと思わせない絶妙な人選。見ないからどうでもいい。まあ私個人としてはテレビないからどうでもいいんですけど、ここがダメ、あれがダメって意見して NHK を是正する義理もねえし、潰さなきゃダメだって思ってますから、ちょっとね、意見して NHK がちょっと良くなっちゃって潰しにくくなっちゃうと嫌ですし、まあこのままダメダメな姿勢で言ってほしいなと思っておりますけれども、ただこれを何も知らずにですね、無邪気に紅白見てる情弱さんたちには知ってもらいたい。出場歌手は制作への金と女の、上納額と事務所の力で決まりますと。してみたらジャニーズやっぱ強いんだな、力がな。まあ賄賂も弾んだんでしょうけどね。42組中5組が韓国、バンクが賄賂と性接待頑張ったなと、ジャニーズ6組、こっちはもっと頑張ったなーって、知ってる人にはそのぐらいしか、思わないですよね。賄賂頑張ったんだなーって、日頃はですね、公共放送ですキリッつってですね、公務員、まるで公務員ぶってんですけど、賄賂もらうときは民間なのでつって、収賄罪から逃れております。これ公務員が賄賂もらうと、収賄罪。行政権とかですね。権力持ってますから、公務員はいろいろ差配するね。だが、民間に、ないので、収賄罪は、民間人には対象でないので、まあまあリベートとか中抜きとか言われるもんでしてね。問えるとしたら、贈与税、脱税ですか。NHK の制作、紅白制作が賄賂もらってたとして、問えるとしたら、贈与税、脱税ですね。いっそ事務所ごとの上納額を一覧に貼り出して、ちゃんと収入を申告する。ジャニーズは何千万、何億払ったので、6組出れますとかですね。選考基準、賄賂基準を明確にして、その分ね、ちゃんと税の申告したら、こっちだって文句言わねえよ。というわけで、一人でも多くの方に NHK がおかしいってことを知ってもらうため、11月23日祝日、NHK スクランブルデモ、これはイコール解体デモです、を開催します。詳細は動画説明欄、もっと見るをクリックしてください。視聴率、また下がるんだろうな、っていう意見ありましたけれども、自ら製品を毀損してんだから、当然ですね。そんな業界は、テレビ新聞しかないですよ。報道すべき、スクランブルデモは一切報道せずに、5人ぐらいでやってる国葬反対集会なんかは全国放送って、これ自分の商品、製品、自社製品、売り物を自らダメにしてんだもんね、テレビ業界。そんなの業界、テレビ新聞しかないっすよ。他の業界は自社製品を改善しようとして必死でしょ。そんな異常な業界であることがバレてですね、まあ順調に見放されて、右肩下がりではありますけれども、テレビ。何も知らずに無邪気に紅白見てる人は、去年より減ったし、来年はもっと減るし、紅白に限らず、まあ報道もひどいもんでした。
世論操作していた社員を解雇するとは、今後は誹謗中傷ツイートが増える懸念がーというような内容の報道をしておりました。ネットの反応、因果応報で草。勤務中に酒飲んでたら当然。まあ、ツイッターのことなんですけどね。解雇を通知したら都合悪いデータ消すだろ。これ何すか、突然解雇されて自分のアカウントにアクセスできにくくなった、パスワード変えられちゃってみたいな、そういうようなですね、社員、の取材してたもんですから、解雇通知したら都合悪いデータ消しちゃったり、事前に解雇しだしたら、情報を盗んでダウンロードしてライバル会社に持ってったらたりするんで、外資系では当然だそうです。突然解雇、あんた解雇ねっつって会社のシステムから締め出すっていうのは当然、安全対策に懸念って、ことにしたい NHK、 愚民を導く神様気分だったんだろうな。情報操作はお前らがやってたことやんけ。 NHK はツイッターの元社員らが不公正な情報操作してたことについても突っ込めよ。NHK も不公正な情報操作側だろう。ブーメラン刺さりまくりで突っ込めやしない。それで何の問題もなく回ってんだから面白いよな。使い勝手変わらないどころか快適になってて草。むしろ先導なくなって快適まであると。NHK は軍論、言論空間を、正常化した、是正した、マスクが憎くて仕方ないようですね。今後誹謗中傷が溢れる懸念があって、言ってました。まともな人がやってるのは正当な批判ですけど、誹謗中傷は主にパヨがやってんだよ。パヨ、人格攻撃、正論じゃ反論できねえもんだから、頭悪くてね。正論、じゃ あ批判できないから、論より大声嫌がらせ、最後は暴力ってやつで、人格否定のレッテル貼りで誹謗中傷、パヨの中でも特に攻撃的なのがフェミ、二次元にでも何にでも噛みついて上から目線で講釈たれる病気なんですね、この人らは。以上、情報操作イコール洗脳するのが当然って思ってる NHK らしい報道だったなーっていう感じであります。学会の闇を信者2世が暴露、永井秀和。この人のお父さん、地方議員なんだって。公明党の地方議員、永井秀和で、この人も幼稚園から創価大学までご卒業というエリートですね。両親は創価学会に数千万円寄付した、100万円の壺なんて安すぎて学会員にはピンとこない、などなど週刊誌のインタビューに答えておりました。ネットの反応です。気をつけろ、間違いない。これネタですね、この人のね。そうかそうか、もっと暴露しろ。テレビは黙殺だな、マスゴミだんまり。テレビタレント学会だらけ、ラスボスは学会ってことだろ。これ連日テレビ新聞で取り上げるべき大問題だろう。まあそうなんだよね。与党側だからね、公明党は連立与党で、与党側だから野党べったりの立憲べったりのテレビ新聞は連日叩くべきなんだよね、ライバル政党として。はい、報道規制、これは芸能部の皆さんによる長い叩きが始まっちゃうね。これ自分らに都合悪いこと言うと一斉に襲いかかって悪口言ってその人を潰すっていうのがテレビ新聞のやり口であります。Y は母子家庭なのに政教新聞取らされていた、芸能人に言われるとは公明党痛いな。うちの親も9条のでっかい石碑買わされてた。9条のでっかい石碑っていうことは共産党教でしょうか。9条教、統一教会、学会、共産党、どれもエグさは同じと。長井はどっかの選挙区で令和から立候補するんだって。駅出しも開始してますね。それで学会の暴露をいろいろとしてみたいですけど、本体が中核派の令和から出るってカルトから離れようよ。長井はさ、学会から令和に移ったってあんまし変わんないぞ、カルト的には。今後の流れ予想であります。テレビ新聞だんまりで統一叩きもしなくなると。学会に飛び火すからあんまり統一叩くと、
ツボガーって言ってた、空気読んで野党議員もツボガー言わなくなる、空気読みないツボガー要員のパイを発狂と、こいつらいつも発狂してんなって感じなんですけれども、まあはしごを外されるっても言います。学会の日本に対する害悪はツボの火でないですよね。この前の参院選の比例票結果なんですけれども、公明党は比例票で 11.7% 取ってます。8人に1人は学会って、何それ怖い怖え。9条の席引かわせるのは初耳の共産党共、9条共362万票 6.82%、 こちらは14人に1人が共産党に投票って、何それ怖い怖いですね。そんなにいんのかって話なんですけど、愛媛県の縫製会社、なんて読むんだろうねこれね、小清水小清水わかんねえ、小清水かもしんない、地名って読み方いろいろあって読めません。被覆工場倒産手続き開始、ベトナム人実習生に賃金未払いが約2700万円、破産で未収の可能性大、この人らは多分日本を憎んで帰国することでしょうね。これ2700万円って残業代なんだって。で、あの残業させまくって、で残業代もちょうだいって、なかなか実習生は立場が良くて言いにくくて、残業代もらわないで数ヶ月溜め込んでこの有様で破産手続きって倒産ですよね。ネットの判断です。えげつねえな、奴隷工場やないか。これが技能実習の実態、これはさすがにひどすぎ。まともに賃金払ったら倒産って、もう商売が成り立っていない。奴隷のような扱いでさらに未払い、ひどすぎる。賃金払ったら破産するほど価格破壊して他のまともな企業を妨害していたクズ、こいつらのせいで日本がヘイトを集めている。こんな扱いさせたら日本で犯罪起こしてもいいやって気になるよな。日本人にひどい目あった、だから日本人に迷惑かけていい、そういうマインドになるかもしんないですね。まあ犯罪はいけないですけど、計画倒産か、何にせよ日本の恥、実習制度を作った議員が払ってやれよ。ビザ関連の仕事してるけど、技能実習はガチ奴隷制度なので案件受けたくない。良心のある人が嫌がっております。この制度やめえや、胸クソ悪いわ。日本のイメージを良くする、努力の足を引っ張る実習制度だな。作った議員が立て替える、ほんとそれですよね。どうしてね、どうせね、あの賛成した議員はいい人ぶりたくて、なんかうまいこと吹き込まれて、世界平和とか友好とか吹き込まれて賛成したんだろうけどね。バカだからその後こうなっちゃう、こんなの作ったらで予想もできないで、まあ、日本がどうなってもいいから天下り先作りたい外務省と経産省の、大嘘に騙されて、賛成しちゃったんだろうな。日本人やってない企業はですね、社会貢献してない、日本人のためになってない。実習税使えね、使わなきゃ倒産する企業は日本のためになってねえから、一切合切潰れるべきって思っております。そういうとこがですね、安売り嫉妬、真面目に日本人雇って日本社会に貢献してる真面目な会社が迷惑っすかね、値段下がっちゃって、それが自然で健全な自由競争、資本主義、だと思うんですけれども、皆さんいかがでしょうか。これあれだよね、そういう企業は日本を貶めるし、憎む人増やすし、他の会社の迷惑だし、いいこと一つもないのでは、全く。だから昨日も松戸で言いましたけど、そういう会社は潰れてくれないと俺らが困るんだ、普通の日本人が困っちゃうんだよ、そういうゾンビ企業ね。で、私は思います。というわけで、メール党員さん、大募集であります。スクランブルデモ参加者も大募集であります。動画説明欄、もっと見るを
クリックして概要を詳細をご覧ください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。